アインシュタイン配信ナイト。どうも、アインシュタインです。アインシュタインの稲田です。モーニング娘。トゥーフォーの牧野まりあです。メディアプロデューサーの常若五郎です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、この番組は現代の若者のちょっとした悩みを他の人よりもちょっと過酷な灰色の青春時代、廃春を経験してきたメンバーたちでズバッと解決する番組でございます。まあ、今週は8月7日から甲子園で第106回高校野球夏の甲子園大会が始まると、うん、いうことでございます。はい。今日が8月の4日ということですので、うん、まあ、組み合わせの抽選会が行われたということだそうです。うん、なるほど。高校野球はマリアちゃん。はい。どうですか？高校野球見てました、見てました。今は見てんの？今は、まだ見れてないですけど、いつも熱闘甲子園を楽しみにしてます。おー、なるほど。注目の選手は一応いてんの？やっぱそのプロ野球にこのドラフト関わるであろうさ。いや、まだきちんと分かってないよ。あ、そうなんや。あ、そこはそうなんや。うん、でもやっぱジャッジが一番。ジャッジが一番。出すな、その名前。まだその話。すいませんでした。すいません。今日だけでね、ジャッジでいっぱい話できるやんな。いや、本当です。で、そうなんですか。この前、高校野球の、あの、始まった。巻きくべんのやめてください。東京の朝日新聞さんの取材をさせていただいたんですよ。で、その時になんか高校野球の思い出を話すところがあって、で、私の、中学校の隣の席の男の子が、はいはい、そう、甲子園100回、あ、第100回の時に、愛知県から2校出れるって。あ、記念大会の時ね。そうそうそう。で、大阪とか東京とか、参加校の多いところは2校出れるっていう記念大会、ね。うん、第100回ってそうでしたっけ？55校で争うっていう時ね。そうですね。ちょうど高校3年生の時の年だったので、まあ、結果、甲子園には行けなかったんですけど、うん、その最後の決勝まで行った子がエースだったんです、うん、隣の子。で、その子の話をしたんですけど、まあ、素敵にね、すごい書いていただいて。その思い出を話させていて、そうだからその時の担任の先生と、まあ私はもう上京してたんですけど、うん、お互い中継しながら先生と見てました。携帯で見れたので、あ、そうか。はい。今バーチャル高校野球とかね、はい、もうスマホで全部見れる、そうなんですね。そうなんです。全試合、地方大会全試合見れるんですよ。うん、全部見てました。ちょっと待ってください。え？バーチャル高校野球、バーチャル高校ベースボール、BKB じゃないですか。あ、じゃあ、あーやね。ちょっと待ってください。いや、なんで待たなあかんの。いや、まだバイクが、いや、バイクがそれ言ってんねんって分かるから。お前関係ないやん。あ、そうした。あの、美容院のやつを見ましたよ。美容院？うん。あの、髪切ってもらってるやつ。BKB さん。あ、BKB さん。あ、ありがとうございます。ぜひ、皆さんも。いやいや、それなんでバイクの YouTube の宣伝お母さんと見た。あれが髪切ってもらってるの、飛ばさずに見た。でもまあ、ちょっとね、この、夏の大会もちょっと、うん、まあ今、途中休憩入ったりとかは、ありますけど、やっぱ昔の夏と、ね、ちょっと仕様が違うので、まあ今年は3日目ぐらいまでですかね、その昼休憩を入れるシフトをテストでやってみるということで、はい、そうですね、入場チケットなんかも、その日の午前の部、午後の部、2回分けて販売するという形なんで、うん、あ、まあ、それがうまくいいかどうか、うん、っていうかもうこの暑さは異常なんで、絶対やらないと。これもうね、ほんま、大きなトラブルが起こる前にやらないと、本当に危ないと思いますけど、はいはい、そうですよね。まあ、やっぱりこの風物詩というか、夏の甲子園っていうのは、まあ、わかるんですけど、はい、まあ、ちょっと時間ね、もうちょっとずらすとか、はい、なんか、確かにこの早めに対策した方がいいですよね。この何か怪我人の子たちがね、うん、出て何か慌ててするよりかは、やってる高校生の子らはね、もう自分らはほんま必死やし、はい、どんな環境でもやりたいと思うから無理し合うじゃないですか、はい、もう甲子園まで来るぐらいのチームの子たちはね、相当厳しい練習に耐え抜いてるんで、ね、はい、まあ、やれるっていうのもあるんでしょうけど、今やどこのチームもね、ピッチ4人も5人も揃えないと甲子園行けないという時代になってますけども、はい、それでもやっぱりね、まだそこを求める風潮があるのは、まあ、僕は変えるべきやなとは思うんです。そうですよね。応援してる側もね、危ないですしね、やっぱりね。でも、注目の選手が、はい、秋田県の、金沢農業高校の吉田大輝選手、うん、高校2年生、うん、この子はオリックスの吉田輝星投手の弟さんだ。なるほど。そうで、
お兄さんと同じことをした。期待の星。期待の星。ただでもこれプレッシャーでしょうね。お兄さんがプロ野球選手になってて。確かにね。すごいこう、大会を席巻するすごい人気の選手でしたんで。はい。で、日本ハム行ったし、ね、はい、いました。そっか。で、オリックスに行きました。ああ、なるほど。そうか。うちの日ハムを捨ててオリックスに行きました。ちょっと力強く言ってたよね。同じ2000年代なんですよね。あ、そうなんそうなんです、同い年です、うん、あ、へえ、すごいね。マリアちゃんがでも高校の野球部のマネージャーとかやってたら、あ、選手強なるやろうな。あそうやろな。ええー、とこ見せたいわーって。ええー、とこ見せたいわーと、あの子の前で下手なことできへん。できへん。野球の知識がすごい。確かにね。ちょっとその道もあったか。いやー、そのチームの士気上がると思うよ。あねえ、ね、ほんま。頑張ろう、思うしな。俺も入るもん、マリアちゃんマネージャーでおった。あ、ほんとですか。野球部入るもん。何や、その、ただキモいだけで。いや、だってこんな可愛い子がいるんだから、入りたいじゃないか。キモいって思う。キモいとか、言うなよ。いや、弱いな。キモいの後は弱いんか。弱いって、なんだよ。そのこと言うて。面白い。でも本当に、今大会をね、怪我人なくね、はい、無事、そうですね、取り行うことを願うんですけれども。はい、まあ今オリンピックでね、もう世の中日本中が大騒ぎになって、うん、はい、高校野球、プロ野球も埋もれてるぐらいですから、そうですね、高校野球もあれやってたんかみたいなことにならんように、はい、なんかね、みんな注目してほしいと思うんですけど、はい、でももうその高校野球はもう NGK の師匠方がもう確実に、はい、そうか、ロビーでは絶対ついてるもん、ね、はい、支えてらっしゃいますので、はい、もうオリンピック更新、オリンピック更新、素晴らしい、もうずっと、師匠出てはんのかなぐらいずっとロビーってなるのに、人によってどっち派か違うから、もうチャンネルがコロッコロ変わる。今年幸いね、オリンピックが夜中やから、はいはい、メインが夜中やから、ね、まあ、高校野球とかぶれへんので、はい、まあ、チャンネル争いはまだましかもしれません、はい、そうですね。前回のオリンピックの大会の時に、バスケットボールをやってたんですよ。うんうん、それをこう、みんなで、この出番終わった師匠とか、うん、僕らまあ若手とか中堅の人とかで、もう結構ロビーに集まって、わーって応援してたんですけど、うん、そのわーって応援してる声を聞きつけて、新喜劇の帯谷さんが、こう、わーって来られて、うん、多分あんまり、ルールとか分かってらっしゃらないけど、なんか熱量はあるから、なんか日本をすごい応援してたんですけど、バスケの試合みたいに、おい、何や今のハンドやろって言った。知らんな、知らんねやろな。今のっていうか。ずっと触ってる。すごかったですね。はい。じゃあ今週もよろしくお願いします。はい。それでは、アインシュタイン配信ナイト、今夜も最後までお付き合いよろしくお願いします。アインシュタイン配信ナイトAM1008 FM933 ABC ラジオがお送りしています。アインシュタイン配信ナイト AM1008 FM933 ABC ラジオがお送りしています。さあ、それではですね、今週もメールを読ませていただきたいと思います。読まれた方には配信ステッカープレゼントさせていただいております。はい。以前いただいた、メールの結果報告メールもいただいています、うんうんうん、これ、はい、ちょっと私が欠席させていただいてた時のメールなんですが、うん、ラジオネームたっちゃんさんからいただきました、はい、おすすめのダイエット方法教えてください、はい、で、アドバイスがモームスのダンスを完コピして踊ってダイエットしたらいいんじゃないですかということで、はい、結果なんとマイナス4キロ、すごい。お、これはでも一番いいですよね。確かに、ね、やっぱ好きなことをやってね、はい、うん、覚えれるし、うん、覚えれるし。さあ、そしてラジオネームヒロコロンさんから、お悩みが、球場に応援に行くと必ず負ける言ってたな、はい、で、アドバイスがまさかの塩を全身誰が言ったと思いますか、塩これはだから稲田でしょう。え、俺もう言うて覚えてもない。本当にごめんなさい。でも、いや、確かに。いかに適当に喋ってるの。いや、いいアドバイスだな。これ、マリア。え、あ、マリアじゃん。私が言いました。ちょっと戻らすなよ。
俺らもう芸歴20年ぐらいだ。すいませんでした。結果、やっぱりお前は適当に喋ってる。いいアイディア。迷ったけど言っちゃった。この日もチャンスに打てず、1-0 で、負けたまま最終回に。また負け試合を、覚悟していたところ、まさかのさよなら。素晴らしい。無事にロックおろしも歌えました。うん、やっぱ塩だ。確かにこれでなんか2アウトからね、相手エラーからさよなら勝ちにつながった試合だった。あ、すごいっす。はい。だからほんまに、あーみたいな感じで、うわー、サードゴロやーみたいなところから、はい、さよならになった試合ですね。あー、で見に行ってる方は一番面白い展開ですよね。はいはいはい、さあ、それではじゃあ、まやちゃん、今週もお願いします。はい。配信ネーム、ピチカマさんからです。配信ナイトの皆さん、こんばんは。こんばんは。岡村隆史の東京〇〇ガチ体験見ました。はい、おじさん二人のロケで心配でしたが、とても面白かったです。心配して。徳岡さんのラジオと同じく丁寧で落ち着いて言い回しが心地よかったです。ロケで簡単に公園に入れないなど勉強にもなりました。個人的には、カオタンラーメンを訪れたところが熱かったです。ええ大人が半餃子一つ。ってみっともないの下りも笑ってしまいました。はい、第2弾も期待しております。はい、ありがとうございます。これは、7月の13日。はい、そうですね。はい。どうでした？いやー、もうほんまにまあ、この、番組が決まってから、はい、もうテレビの見方がほんまに変わってしまいまして、はい、皆さんのロケ番組、はい、街裏番組、はい、見る見るの、ほんま。こうやってんだ。なるほど。ここは黙ってんねやとか。見方が出る方としては見てらっしゃらなかったですもんね、今まで。今まではもう段取りとかね、はい、編集下手やなとか、こんなシーン入れんねんとか思って見てましたけども、はい、もう完全喋り手の、出役の方の 見方になると思うで、やっぱこの人上手いなとか、こうやったらテンポ出んねんな、みたいな、はい、もうその2週間は見れる街ブラ番組見まくりました。はい、誰が一番参考に？ああ、やっぱりね、はちみつくんの、なんちゅうか、無駄のない。はい。きっとこれ、ディレクターに、もうええやろ言うてんねやろな、っていうのが、もう画面から見えるような、はい、喋り方とか、はい、使うとこ使えへんところのメリハリとかが、はい、まあ、制作者側の、希望と意向とマッチしてる感じはしたな、っていう。なるほど。キリンの田村くんのね、おばさんと行くやつも、すごく参考になりました。素人さん相手にね。っていう、はい。あんなもすごく勉強になりました。なんかこの、ね、街ブラの番組って特にですけど、こう、本当に構えずに見るタイプの、うん、この種類の番組じゃないですか。うんうん、はい、なので余計に、なんかこう、当たり前のように見てた、なんかこの、ああ、ゆるく楽しくやってはるなーっていうのが、うん、いざ自分がロケ行かしてもらえなった時に、あれがどれぐらいすごいことかっていう。ほんまにほんまに。あれができないんすよね。何にも起こせない時は。そうそうそう、本当に。なんか、まあ僕の役割はね、ナインティナインの岡村さんをいかに普通の岡村さんを見せるかっていうのが、まあ僕の役割やったんですけど、ただまあ、普通にこのおっさん誰やねんって思われながら見られてるから、随所随所でやっぱり自分はこういう立場ですとか、はい、こういうことやってましたので、はい、入れなあかんかったから、はい、まあ初回なんでそういうこともやっぱりしなあかんこともあったんで、そういうとこもちょっと難しかったなと思いましたね。自撮り可愛かったですよ、先頭の自撮り。岡村さんと自撮りしてて。基本的にね、本当にね、やってて楽しかった、はい。やっぱこんなことをずっと38年前からこんなことやりたかったな、俺って思いました。はあ、でもそれを、ね、その感じれるっていうのってすごいことですよね。作り手の方にずっと出らっしゃって。はい、まあ、ずっとね、作り手側からして、ほんま良くないことなんですけど、こう、バーっと芸人さんがバーっと受けたりとかすると、はい、ああ、良かったと思う反面、ちょっとイラッとしてるとこもあったんですよね。俺やったらもう後悔すのにとか、もう一段行ってくれよとか、なんかこう、すごいな。っていうところがあったのが、そういう思いをしたことに対して、皆さんの芸人さんたちに対して、ほんまごめんなさいって思いました。今までそんな生意気なことを考えて、すいませんでした気づきがあるんですか、はい、でもほんま日本で一人じゃないですか、その、確かにやりたくて、確かにやってなくて、で、退職されてから、出役になるって。確かに、マジでパイオニアじゃないですか。今んとこいないんじゃないですか。マジで、ほんまに。まあ、いわゆる、なんかそういう、まあ、テレビのプロデューサーの立場とか、はいはいはい、そういうので出会ってある人はいらっしゃると思うんですけど。まあ、そうですね。はい。まあ、確かに、出役、完全出役です、言うて出てるのは、まあ、あんま見たことないですよね。はあ、いや、素晴らしい。その、だからテレビマンの方の新たな夢を。確かに。うん、
本当夢のパイオニア。ほんまそうか、野茂英雄みたいなもんですね。ほんまですよね、あの当時。うん、いや、ほんまにね、皆さんのね、お耳汚し、お目汚しになりましたけれども、なんか、ね、もう、はい、もう一回やりたいなって、終わった瞬間に思いました。もう一回やり直したいって、今、今日のロケをね、もう一回やり直したいって思いました。もう一度やり直したい、あの夏を。このロケをはないっすよ。同じとこ行くんですか？同じとこ行ってまた、半餃子一つ。いや、ほんまに、ほんま奥が深いなと思いました、ね。皆さんのね、やっぱ芸人さんとかタレントさんのパワーっていうか、能力っていうのは、まさしくタレントっていう言葉がぴったりやなと思いました、ほんま。ね、才能というね、意味の単語ですもんね。でも第2弾をね、ぜひぜひ。そうですね。はい、もうぜひ、はい、まあ、年末ぐらいにやろうかいう話を、今一生懸命、あらゆる汚い手を使って進めてます。今までのキャリアで培った、はいはい、業界ネットワーク、営業ネットワーク、いろんなネットワークを駆使して、もう一回やろういう話。なんか2年後、3年後、どこかさん一人でやってる感じがする。あれ、岡村さんも出てる。いけるのは一人。新たな番組。さあ、それでは続いてお願いします、はい、配信ネーム鈴のお魚ちゃんさんからです、はい、マリアちゃん、アインシュタインさん、とこわかさん、こんばんは。こんばんは。私は元旦の能登半島地震で被災し、うん、長期間の停電23日と断水131日を経験しました。現在はようやく仮設住宅に住むことができるようになり、生活が安定してきましたが、まだまだ通常とは程遠い生活をしています。マリアちゃんがブログで能登半島地震のお見舞いを書いてくれたことが、あの日私の心を救ってくれました。そして停電解消後は、このラジオが地獄のようだった日々、日常に明かりを灯してくれています。この場を借りて本当にありがとうございます。いやいやいや、こちらこそ。被災時、お風呂に入れない期間がとてもしんどかったです。そうですよね。毎日赤ちゃんのお尻拭きシートで体を拭き、ドライシャンプーで髪のベタつきを抑えていましたが、13日ぶりの自衛隊のお風呂に入れた時は泣いてしまいました。わかりますね。すごいですね。能登半島は復興が遅れてる、ボランティアの数が少ないとネガティブなことを言われることが多いですが、とても人が優しい田舎なので、みんな支え合いながら頑張っていますし、毎日楽しいこと嬉しいことを感じながら生きています。これからの復興に向けて忙しい日々を送っていますが、マリアちゃんの活躍を心の励みに頑張ります。皆さんは最長何日間お風呂に入らなかった記録がありますか？お風呂13日ぶりってすごいっすね。涙が出る。本当に。お風呂は、でも、そんなに。入院してた間も僕お風呂入れたので、うんうんうん。そうですね、お風呂は毎日。こんな毎日入る人いないですよって言われましたけど。うん、そうだね。まあ、やっぱりそのお年寄りの方とか2日とかに1回とか、の方が多いみたいなんで。そんな、どこも行ってないのかわいそうに、なんで風呂入りますか？ね、汗もかくようなことしてないのに。してないのか。はい、あ。エアコンも効いてるしね、はい、はい、病院は。そうですね。ハンドクリームとかね。ワックスとか落とさなあかんから。セットしてたやろ、入院。まあ、セットしてましたね。あ、入院中も？入院中も、はい。セットせえへん日は、帽子かぶって、ちゃんと私服に着替えて。ごめん、ちょっと待って。何何？冗談で言ってる。私はびっくりした。ごめんごめん。セットしてる。その、まあ、肺を患ってただけで、別にその体はそんな、その、なんていうの？もう、わかるんですけど、別に外出できるわけじゃない、うん。病院の中。中っすよね。うん、誰に向けて？なあ、マリアちゃん。ちょっと、誰かに会うとかだったら。いや、その初日、入院した初日は、うん、まあ、朝に入院の手続きして、うんうん、で、まあ、10時半とか11時ぐらいに入院、うん、部屋入ったんですけど、はい、まあ、一応、T シャツとジャージに着替えて、うんうん、で、まあ、もうそっからはもうずっと点滴とか、うん、まあ、入院の手続きの説明がいろいろあったりとか、はい、で、初日は無菌室というか、外出れなかったんですよ。うんうんうんはいなので、まあ、その日はお風呂だけ入って、まあ、とりあえず部屋で休むという形だったんですけど、二、うんうん、日目からはまあまあ出ていいですよみたいになったので、うんうん、そっからはなんかね、その、一日パジャマでいることのなんか罪悪感じゃないですけど、うん、あとはなんかこの、あ、
なんかだらけてしまうって思ったんですよ。あこうメリハリつけた方がいい。はい。なのでもう朝の点滴が終わった段階でもう服に着替えてでちゃんとすごい。私休みの日いつもパジャマですよ。お家で一日ずっと。ああそう。ぽいな。だって出ないですよ。ごめんごめん。出ないですよ。って言いたかったけど。いやそれはまあ言われましたけどね、その看護師さんに、え、どこ行くんですか。ダメですよ。いやで、あの遠出する気ですか。ちょ、大きい病院だったんで2階にね、あのコーヒーショップが入ってたんですよ。いやちょっとすごい2階のコーヒーショップ変なこと言ってるのこの人。コーヒーショップに行くおしゃれ、うん、あだからかってならないなんセットする人、セットしない日は帽子と、このその違いは何なん。いや、さすがにちょっとセットめんどくさいなと思って。あそういう時もあんねや。一応その、あの、服に合わせた帽子持ってたんで帽子かぶって。でもコーヒー行く時はやっぱセットせなあかんって感じなんですか。まあいや、あの、ちゃんと服に合わせたニット帽。まあ、ニット帽かぶって。あだから、一週間のコーディネートもうっすら頭に入れて。ちょうどあの、単独ライブ、広島で単独ライブ。めっちゃ笑ってるやん。俺史上で一番笑ってくれてる。一週間、コーディネート合わせて服持ってたんですか。めっちゃ笑ってるやん。入院用の。涙出てくる。一、二万円用な。いや、パジャマ2、3着だけじゃなくてですか。いやいや、一応そのまま1週間分はな。さすがですね。本当に太いズボンとかも持って行ってた。一応そのちゃんと言ってましたよ。本当にすごい。あそう。でもあの看護師さんがほんまに言ってたんですけど、あのそれすんのほんまはめっちゃいいらしいです。あやっぱりそれでどん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 その気持ちがやっぱりこのなんていうんですか、緩んでいく。で、まあ、その、やっぱ体も弱ってるんで、みたいな。ただでも、あの、一週間ぐらいでする人はいないですって。なるほど。あ、だから。一ヶ月とか三ヶ月とか長期の入院される方は、やっぱりそうやって、毎日じゃなくても、二日に一回とかメリハリつける方が、やっぱいいんやって、やっぱ気持ちリフレッシュしたりとか、ちょっとやっぱこう、張りが出たりするから、なんか体もやっぱりこう、そっちの解放の方に向かおうとする。才に向かってね。はい。心身ともにそっち向くみたいな。はい、あるけど、一週間ぐらいでする人はいない。かわいそう。もうちょっと休んでくださいって。だから、あの、普段の格好で、今着てるような服で病院うろうろしてたってこと、はいはい、あの、点滴カラカラしながら。こうしながら。はい。点滴は入ってるんで。ずっと。おしゃれ患者やったね。お姉ちゃん、おしゃれ感じ。めっちゃ笑ってるやん。面白い。その、笑かしてるって感覚はもう全く。笑われてるって感じ。ちゃんと笑われてるなーっていう。全然ではないやん。笑ってるやん。すごいなと思って。確かにでも2日間とかお家にもしいたってなったら顔が落ちますもん。ああ。表情使わないから。あそうね。ああ。そりゃそうよ。この顔の筋肉が。はい。だからわかる？河合さんの気持ち。わかんない。なんでよね。わかってくれや、それは。わかる。わかる方の意見なのは。絶対に。だから私もその河合さんのやってることわかりますって言ってくれんのかな。なんよね、わからんのかい。もうちょい長かったら髪型変わって出てきて。確かに近い階にコンビニと散髪屋さん。でも確かにな、おしゃれしてない河合さんが想像できないですもんね。ああ。いや、でも河合さん何もやる前からかっこいいよ。あ、そっか。いや、そっかじゃない。そっかじゃない。でもやってましたね。でも、だから、そう考えるとやっぱりこういうふうにね、うん、この、あの、本当に苦しい思いされたと思いますよ、うん、本当に。そうですね。自分の母方の、なんか、はい、あの、ふるさとが石川県なんですよ。あ、で、あの、兄弟の多い母親やったんで、はい、あの親戚のおじさんおばさんもいっぱいいて、いとこがたくさんいてですね。はい、ああ。で、まあ、僕、その時は、お正月なんで大阪にいて、はい、もう何にもできないじゃないですか。はい、で、ちょっと落ち着いた頃にも、見舞い金送ることぐらいしかできひんかったんですけど、はい、やっぱりみんな当時1月1日だったんで、はい、格付けチェックを楽しみにしてくれてて、はいはい、あもうすぐ始まんで、みんなで見ようって集まってる矢先やった。うわ、なるほど。で、まあ、こういう、まあ、震災があって、はい、で、まあ、放送が1週間後に、はい、放送したんですけど、みんなそのいとこの、みんなからは、面白かったって、こう言うてくれるんですね。もうそれが、もう心、
打つっていうか、まあ、僕らの仕事はね、やっぱ人に、エンタメ、笑いを届けるっていう仕事、まあ、こういう苦しい環境でもね、笑ってくれて、みんな笑ってたいうラインもらった時に、こういう苦しい状況でも笑い届けられるんやっていうのを改めて、なんかこの仕事してきてよかったなと思った瞬間でもあったんですね。皆さんは大変な状況で申し訳ないと思うんですが。そうですね。だから昔だと、もう断線してしまって、電気が来てないとかってなったら、もうテレビ見れなかったじゃないですか。でも今 TVer とかで。そうですね。また見れたりする。電源さえ取れれば、何らかの形で。ね。本当に良かったですね。まあとりあえず少しずつですけど。そうですね。ね、はい、ここに向けて皆さんね、頑張ってらっしゃると思いますので、ね、引き続き本当にお体にだけね、お気をつけていただきたいと思います。皆さん、たくさんのメールありがとうございました。アインシュタイン配信ナイトAM1008 FM933 ABC ラジオがお送りしています。アインシュタイン配信ナイト AM1008 FM933 もうお願いします。すいません、お願いしますAM1008 FM933 ABC ラジオがお送りしています。さあ、配信ナイトエンディングのお時間でございます。マリアちゃん、お知らせございますか。はい、はい、現在ハロープロジェクト2024サマーオールオブアスベガアルタイルのツアーを9月1日まで行っています。はい、そして8月14日にはモーニング娘。24のニューシングルをリリースします。はい、詳しくはハロープロジェクトのホームページチェックしてください。はい、番組では皆さんからの配信のお悩みメールを募集しています。メールを読まれた方には配信ステッカーをプレゼント。電話出演が可能な方は電話番号も忘れずに書いて送ってください。私たち配信メンバーがズバッと解決します。お悩み相談は番組メール配信アットマーク abc1008.com haishun アットマーク abc1008.com です。公式ホームページからも送れます。公式 X、旧ツイッターは、アットマーク、配信1008、アットマーク、ローマ字で配信1008、公式インスタグラムのフォロー&チェックもよろしくお願いします。はい、ということでございまして、本日はここまででございます。アインシュタイン配信ナイト。また来週。